橋口幸之助と言います。精神堂書店というのは私の店で、私がこの店に後継ぎで入ったのが、35年前です。ここは私の家内の生まれたところ で、家内のお父さんが初代の精神堂で、私は2代目になります。で、健介君が3代目がいますね。結局ね、古本屋はもう自分で本を買って売って、でそれを繰り返して、でそれで覚えていくしかないんですね。ですからもう時間は非常にかかるんです。で長い時間かけてゆっくりゆっくり、その代わり知識がどん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 詰まっていくようになってる。そうやって勉強してきました。心がけてるというか、まあできるだけ綺麗な本を選ぶようにするのと、お客さんが喜んでもらえそうだなと思うものを選ぶようにしてます。ただそれが本当に喜んでもらえる時ともらえない時ってありますけどね。初心者用というか、その人の興味によりますけど、やっぱり江戸時代の本の特徴はね、挿絵が入ってて、とっても綺麗な本が多いんですよね。ですからその感覚をね、味わってもらいたいと思うんです。まあそういう意味では旅行ガイドブックのような本だとか、あるいはいろんな入門書とか、あるいは小説のためにとか、いろんな本が江戸時代できてますから、まあそういうことでいろんな楽しみ方がね、できると思います。これはね、木曽路名所図会という本です。木曽路というのは長野県のね、日本の長野県の木曽というところを、通ってる街道のことを言うんですけども、実際はその街道へ行くためには京都を出て、で、その木曽へ入って、でそれをまたさらに関東地方の北の方へ来て、それから江戸に入っていく、そういう長い道のりなんですね。そういう昔の街道の、これはもう街道に沿ったガイドブックなんです。この本の特徴は、最初こうやって文章があって、でこれは今京都を出発するところです。でこれ京都、ちょうど京都の三条大橋、つまり街道の、京都のね、街道の出発点ですね。その賑やかな絵を描いて、で間もなく大須というところへ行きます。でこういう宿場町ごとにこう項目が立ってて、でそれぞれの名所を案内しながら絵が入ってて、でこの絵がまたいろいろ楽しい絵になってるんです。これはプリント半本というのは印刷本というと、木版で印刷しました。大体この時代の本っていうのは、今でいうエディションって言って、大体500冊、印刷500部とか、何冊ぐらい、まあ普通の硬い本だとそうですね、500ぐらいでしょうね。でもこういうポピュラーな本は、まあ最低でも3000とか5000とか、それぐらい売れたと思います。だいたい版木がね、版木でこう手で刷りますから、だいたい5000枚が限度なんですよね。5000枚するとさすがに版木が傷んじゃうん でそれ以上でしたらもう一回版木を彫り直すんです。それがセカンドエディションになるわけですから、最初のファーストエディションで、10回ぐらい、ね、プリントします。そして5000ぐらいまでいったらまたセカンドエディションになると、そういうふうになります。これは京都です。これは必ず本には奥付けがあってね、江戸時代、今の日本の本もそうですけど、江戸時代から必ず最後に奥付けというのがあって、でここに向こう出した本屋さんの名前が載ってます。ここに真ん中に赤いハンコをしてありますけど、この小川太左衛門という人が、まあ、中心になって作った本屋さんですよね。そうそう、それ大事なんです。ここの本屋さんの名前が変わるとね、この版木を売ることができたわけで、その版木を買い受けた人がまた後になってすることはすりますよね。そうすると、そのさっき言ったように版木がだんだん擦り切れてきちゃうんで、もうおしまいの方はあんまり綺麗な印刷にならないんです。
で最初の頃に出たものはとっても綺麗な印刷なんです。ですからできるだけいい印刷のものを選ぶにはできるだけ最初の本屋さんが出した本を選んでいくと。それはちょっとね知識がないと分かりにくいですけどね。やっぱり日本のね文化のこの奥深さとか幅の広さとかそういうものが今でも味わえるものですよね。で肝心の日本人の今の若い人たちがこのこれだけ豊かな世界があることを知らないんですよね。ですからできるだけそれをみんなに知ってもらいたい。もうそれが私の願いです。ありがとうございます。いいですか、はい。